ね、お昼ご飯をね、6時に食べて、今ね、夜の9時ちょっと過ぎたところなんで、3時間ちょっと。あ、でもなんだかんだそんなもん経ったのか。もうね、なんか1時間ぐらい経ったような気がしたんですけど、いろいろとね、動画編集したりね、なんか、いろいろなんか見てたら こんな時間になってましたね。今日は、晩ご飯もちょっと食べます。これがね、お酢に、黒胡椒が入ってます。で、あと餃子と、焼き野菜とはんぺん、そしてきんぴらですね。まあ、ちなみにこれも惣菜ですね、これはね。で、こちらがね、この前多分買った、とてもね、美味しそうだったな。なんか名前が、かぼちゃのね、品種の名前が変わってな、なんか美味しそうだったやつですね。はぁ。じゃあ、いただきます。かぼちゃ